綾瀬遥か、ふんわりスカートに美デコルテ際立つカーディガン黒ブーツで引き締めコーデ。俳優の綾瀬遥かさんが10月17日、徒歩シネマズ日本橋、東京都中央区で行われた主演映画、ルート29、森井雄介監督。11月8日公開の完成披露試写会に登場した。綾瀬さんは、 裾からレースが覗くふんわりとしたスカートにネイビーのカーディガンを合わせ、美しいデコルテを披露した。足元は黒いブーツを合わせて、ガーリーなコーデを引き締めていた。写真特集、綾瀬遥はるかが深 V ネックのカーディガンで美デコルテ披露ふんわりスカートで可愛く全身ショットも、ルート29は、姫路から鳥取を結ぶ国道29号線を舞台としたロードムービー、 鳥取の町で清掃員として働き、他社と交わろうとしない女性、の子綾瀬さんが、風変わりな少女、春、大沢一歳さんとともに国道29号線を進む旅をすることになる。イベントには共演の大沢さん、森井監督も登場した。